はい、後半ですね。後半は、試合終盤9回表です。さあ、レアル選手、代打です。あー、まあダメだ、やっぱダメでしたか。さあ、岡選手、ここ最近打率の調子がいい岡博美選手。ダメか。いや、すんなり終わるのもな、ダメなんだよな。さあ、加藤選手お願いします。投げました。スイッチヒッター、投球これから2球目。これは面白い。ダメか。レアル選手に変えて、ピッチャーフローレス先生。この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番宮崎、今日は3安打猛打賞。アウトロー、ボール、ツーシーム、カットボール、あ、スライダーか。投げました。やばい、危ねえ、危ない危ない危ない。投げました、打ちました。井上取った。フローレス、さすが井上選手。さあ、気が抜けないね。ストライク、まずは入れてきました。投げました、打った、ファール。第3球を投げた、危ない球。次は4球目、投げた、打った、痛烈な当たり。ダメか。佐野、ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから。あー、ダイソー出してきたか。オースティン、今日は3安打。さあ、さっきホームラン打たれたオースティン選手ですね。もう一度一塁牽制球です。一塁タッチセーフ。第1球投げた、初球外れても第2球投げた、最悪。はあ、うまくいかねえな、やっぱり。追いついたのよかったんだけどな。あ、千崎選手復活ですね。ここでね、ピッチャー陣変えます。はい、フローレス先生投げ2塁に落とします。有吉選手ですね。で、小野選手に変えて、中継ぎがもう、まあ、南選手を動かしますか。で、次先発西野選手ですね。どうしよう、まともなピッチャーがいない。ああ、どうしてこうなった。あ、ハウスター入ってみようか。見てみるか、後で。あ、打て中止ですか。はい。まあ、休みが取れたから、まあいいか。いいのかな。とりあえず、南選手、うん。うん。佐々木選手に変えて、土肥投手ですね。土井ではないです。土肥です。こっちは土井投手。こっちは土肥投手ですね。石崎投手もそろそろ開けるか。二軍では結構先発の回数が多くなってて。石崎投手ですね。まあ、野手はこのままでいきましょうか。まあ、でも雨天中止で体力が中継ぎ陣の回復にできたのはまあいいでしょう。あ、衰えてきてんな。で、移動日で7連戦ですか。きついですね。お、よし、荻野選手復活ですね。また中止かい。まあ、投手休ませられるからいいけど。まあ、いいんだけどさ。まあ、和田選手ですね。
あ、でもまだ上げられないのか。また撃て中止。誰か雨男がいるな。大学日本選、大学の日本選手権ですね。ようやく試合ができる。その前にオールスターファン投票見てみますか。石川選手が5位、ハーマン選手3位、増田選手2位、ヤシはレアール選手がファーストで1位、いや3位、中村選手がセカンドで2位、マーティン選手が外車2位。おお、まあ、そんなもんか。まあ、野手は正直言うとそんなにいないもん。こんな体力が回復してる野手は、野手じゃねえや、投手は久々に見る気がしますね。よし、解消。おお、さよなら。さよ、褒められた勝ち方じゃねえな。クローズイング失敗してるんだもん。今シーズン増田投手実際でもそうだけどすごい不安定なんですよね。さあ巨人戦ですね。ああ、うーわ、まあ菅野選手だからしょうがない。実際菅野選手からさ、ヒット4本だけ出てたけどまだマシだよ。これスモーク選手か。すげえオーダーだなこれ。柿沼捕手試してみましょうか。頑張れよ僕とおねえ年。おお、中継ぎが頑張りましたね。さあ、交流戦あと3試合あります。4試合か。10位ってひどくね？いや、10位ってひでえな、やっぱり。今思うとね。おお、よし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 。いや、中継ぎが頑張れるっていいね。お？ああ、まあ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 、まあ大丈夫でしょう。さあ、あと2試合。あ、3試合でごめん、間違えた。そう、2試合連続で中止になっちゃってるからな。あんま美味しいかどうかって言われたら、そうでもないんだよな。ああ。また二木選手で負けましたね。どうやったら勝てるかな。そして衰えがある。衰えってやっぱり、やっぱ、これはひどいな。倒壊状態にあるね。いやでも東海はね、東海、まあ投手崩壊は避けたいよそりゃ。そして山本選手怪我から復帰と。ああ、オールスターファン投票かなんだ。もういる選手で頑張ってもらいましょう。素晴らしい。いや、打ちましたね。で、交流戦が終了ですね。まあ、交流戦終了の結果見てみますか。これで山本選手の結果が回復と。
荻野選手登録しますか。落とすれば、まあそうだよな、冷静に考えて。エチェバリア選手そろそろ上げますか。三木選手を下ろすまででもないからな、正直言うと。で、交流戦の結果見てみましょうか。交流戦優勝は横浜 DeNA ベイスターズですね。それを追って巨人が優勝、2位と。ちなみにロッテは、借金2の10位でした。まあ、しょうがないね。そしてオールスター第2回投票ですね。則本選手が1位と。で、ロッテ石川投手は先発部門5位。変わらずですね。で、中継ぎ部門はハーマン選手が2位に上がりましたね。で、抑えは相変わらず増田選手と。野手はレアル選手が2位か3位変わらず、中村選手が2位変わらず。マティス選手が3位に交代しましたね。ファン投票ね、あんまりロッテ選手選ばれるようなことないからな。まあ、かわいそうなことだけど。いや、中継ぎよ。まあ、今まで山本選手はね、好投したから文句は何も言えねえわ。森野選手が初回先頭打者ホームラン達成、素晴らしい。キャッチャー佐藤選手、レフト岡選手ですね。もうこれでいきましょうか。これちょっとオーダー変えましょうか。変えた結果が出たね、素晴らしい。しかし土肥投手、勝ちは土肥投手ですね。結構土肥投手いいピッチングしたんだよな、そういえば。一回テレビで見たことありますけど。さあ、さあ、次は。美馬投手か。ああ。ああ、唐川選手か。8回にひっくり返された誰だ。ああ、川越選手、森選手。まあ、森選手はわかる。川越選手、副兵に打たれたか。まあ、確かにいい選手ではある。そしてチャンスが落ちると。福田選手、あげますか。今シーズン、福田選手、1回も見てないですけど。もちもち上がってくるんでしょうかね。仮に落とすとしたら誰なんでしょう。ちょっと不安、まあちょっと不安ではありますけど。二木投手、そろそろかと。そろそろかと、二木投手。やっぱダメみたいですね。しかし、中継ぎが打たれたか。待て、これ三者連続ホームランって書かれてね。柳田、今宮、デスパイネの三者連続。これはひどい。令和の三者連続ホームランじゃん。オールスターファン投票3回目ですね。はい。まあ、これでほぼほぼ結果が決まるようなもんなので、グッズ開発しますか。まあ、多分7月までだったら多分やってるはずでしょう。そして中継ぎがひどい。野手もひどい。野手はひどくないのか。ちょっとなんか感覚が麻痺してきた。感覚が麻痺してきたのかどうか分かんないけど、合ってんのかな。多分合ってない。そして雨天中止と。まあでも1試合ないからいいか。衰えがね、やばいね。で、移動日と。そして、地方球場、日本ハムでの主催ですね。
これで5位にいるっていうのがまだ素晴らしいわ。これで5位にいることが素晴らしいわ、本当に。そして勝つと。ありがとうございます、石川投手。すでに7勝目。やっぱエースなんだよな。借金4。5分も見えてきたな。まだ油断はできないね。よし。おお、有吉投手。素晴らしい。移動日。で、京セラ2連戦か。まあ、オトレガール選手はまあ多分クビなんで、来年で。来年っていうか、その次、この年か。この年契約更改でね、クビを切る予定なので、よし。いや、素晴らしい鈴木翔太投手。実際勝ち星には恵まれてないけど、ついこの前、この間ね、プロ初勝利になりましたけども、おめでとうございます。いやー、どうにかなるかな、どうにかなってほしいな。お、よし、藤原選手復帰。そして6月30日ですね。こうかな。ああ、ダメか。惜しい。1点に泣いたな。でも着実に借金を減らしてきてるよ。ああ、ダメか。ダメか。ダメか。なんでダメなんだろうな。さあ、月間 MVP か。村上投手、村上選手と祖父江選手。おお、安田選手、おめでとうございます。素晴らしい。さすが安田打点王。さあ、7月、6月終了時点でのパ・リーグの順位ですね。借金3の、5位。まあ、でも借金3で5位だったらまだ望みありますね。 4.5 ゲーム差で3位とのゲーム差、4.5 ゲーム差、まだ逆転できますね。オリックスはちょっと厳しいかもしれないですけど、まだちょっと狙える、いい位置にはいる。まだまだ逆転は、まだ捨てる場面じゃないので、まだまだ頑張っていきたいと思います。これさっき見たか。投手ランキング最多勝は則本選手と千賀投手。まあいいでしょうがないでしょう。で、石川選手がこの位置。まあ、田中選手より勝ってるじゃん。すごっ。増田選手がセーブ王。あんだけ失敗してんのにセーブ王になれるとは。そしてハーマン選手も最優秀中継ぎと。素晴らしいですね。打率が4割。待て待て、吉田正尚選手4割打ってんじゃん。すご。最短だが正尚選手。うん、そりゃそうだよな。ホームランが山川選手とマーティン選手。山川選手ね、実際怪我しちゃったからね、ちょっと心配ではあるんですけども。打点は正尚選手と。最多失策、中村翔吾選手。マジか。これはいただけねえな。盗塁阻止率が一番高いのは佐藤選手。まあ、そんな走られてないっていうのもあるけど、キャッチャーで出たら走るだけっていうのもあるけど。ファン投票見てみますか。石川選手5位、6位転落か。ああ、ハーマン選手変わらず。うん。順位は基本か。ああ、安田選手が3位に入ってきた。ちょっとこれ面白くなってきたな。はい、ということで、次7月オールスター入るのと、あとオリンピックはもう申し訳ないですけど、全カットになりますね。はい、多分次の動画は7月、まあ実際前半戦終了までやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。また概要欄の方に他の実況動画のリストがございますので、そちらの方もチェックしてお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。